もし諸君が絶対的な権力を手に入れたとしたら何がしたいかな。舞台は16世紀のロシア。この地で絶大な権力を掌握する人物がいた。彼はイヴァン4世。彼が権力を使いやりたかったことは財宝を独り占めしたり主治肉林の生活ではなかったんだ。イヴァン4世は毎朝神への祈りを捧げた後、いつも決まってとある場所に向かった。そこで行われることが毎日の楽しみだった。彼が薄暗い部屋に入ると、そこには耳と鼻をそがれ無残な姿に変わり果てた受刑者の姿が。もう全て話しました、お許しください。哀れな受刑者が命乞いする。ところがまだ喋る元気があるようだな。おい、あれを使え。イヴァン4世が拷問官に指示を出すと、なんと受刑者はペンチのようなもので舌を抜かれてしまったんだ。こうして拷問を堪能したイヴァン4世は受刑者の血しぶきを浴びて歓喜の叫びを上げていた。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。ミッドナイトムーン。マドモアゼル、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、言うの。闇人形の闇りですわ。私たちを歌舞伎にしたい歌舞伎関係者の方、連絡をお待ちしておりますわ。ワンピースとか鬼滅とかも歌舞伎にされてるもんね。マドモアゼルって言うのかな。さて、今夜話するのはロシア史上最大の暴君と恐れられたイヴァン4世について。彼の怒りを買った者たちは地獄の苦しみを味わわされたんだぞ、言うの。暴君の恐怖政治。遡ること約450年前の1565年、舞台はロシアの前身となるモスクワ大公国。この国を統治する皇帝イヴァン4世が今回の主役だ。その年、イヴァン4世は絶対的な権力を求めとある制度を作った。それがオプリーチニナ制度。オプリーチニナ制度は国土を皇帝自らが支配する私的な領地オプリーチニナと公的な国土の2つに分割して、私的な領地オプリーチニナにて思うままに権力を行使する制度だ。そうすることで自身に反感を持つ有力な貴族たちを封じ込めようとしたんだ。しかし私的な領地にしたといえ、全てを一人で統治することは難しい。そこでイヴァン4世は各地のオプリーチニナに忠実な親衛隊を配置して統治することに。これが独裁政治の始まりだった。それは同時にオプリーチニナに住む人々にとっての地獄の日々の始まりでもあったんだ。ちなみに各地に配置された親衛隊は皆黒装束をまとって、犬の頭部をくくりつけた馬に乗り、獣の毛を結びつけたほうきのようなものを手にしていたらしい。独特な制服ですわね。皇帝の忠実な犬ですよって意味なのかしら。そうだね。親衛隊はその姿が示す通り皇帝の敵に噛みつき、全ての余計な者たちを国外に放り出すという意味があったらしいよ。さてイヴァン4世は各地に配置した親衛隊に命じて、自分に敵対する貴族とその擁護者らをあぶり出していった。そして親衛隊に捕まった貴族たちは悲惨な運命が待っていたんだ。貴族たちは次々と公開処刑されたのだが、斬首ならまだマシな方。中には残虐な拷問を受けた末に肛門から槍を串刺しにされた者もいたという。さらに悪いことに、親衛隊はイヴァン4世の絶対的な権力を盾に暴走。イヴァン4世の指示もないまま富裕層の財産を奪ったりするなど、やりたい放題の狼藉を働くこともあった。それらによって国中が大混乱に陥ったものの、皇帝に逆らう者の末路がどうなるのか、見せしめとしての効果は存分に発揮したことだろう。まさに暴君ですわね。反乱者だと思われたら殺されちゃうし、従うしかないですものね。そうだね。イヴァン4世は恐怖で国を支配し、絶対的な独裁体制を築き上げたんだ。ではどうしてイヴァン4世はこれほどの絶対的な権力を望むようになったのだろうか。それは幼少期の壮絶な体験に根ざしていたんだぞ、言うの。独裁者の過去。1530年8月25日、イヴァン4世はモスクワ大公国の中心部モスクワで生まれた。父であるモスクワ大公国の君主バシーリー3世にその後継者として期待されて育った。当時父親のバシーリー3世の年齢は50歳を過ぎており、母エレナは18歳。現代においても稀な年の差結婚だが、これには理由があった。
実はバシーリー3世にとってはこれが2度目の結婚で、いわゆるバツイチ。バシーリー3世がエレナと結婚する前は長年連れ添った別の女性と結婚していたんだが、その女性との間にはなかなか子宝に恵まれなかった。そんな時出会ったのが自分よりも二回りも若いエレナだったんだ。国の権力者としてどうしても後継者が欲しいバシーリー3世は若きエレナに惹かれていった。そして長年連れ添った妻と離婚し、エレナと結婚。そこで生まれた子供がイヴァン4世だったんだ。この一連の身勝手な行動はモスクワ大公国が国境と定めるロシア正教会から強く反発された。どこの誰かもわからない奴と結婚なんてけしからん。そのため教会からはエレナは魔術によって解任したなどと囁かれ、生まれたばかりのイヴァン4世はこう呼ばれたんだ。呪われた子と。呪われた子なんてさすがに言い過ぎじゃないですの。剣のことを世界一のイケメンって言うくらい言い過ぎですわ。それは分かっているさ。どんまいですわ。さて、実はイヴァン4世の性格がねじ曲がる原因はこれだけではない。ここからさらに不幸な出来事が起こるんだぞ。イヴァン4世が生まれてから3年後の1533年、突如父バシーリー3世が病に倒れこの世を去った。そうしてイヴァン4世はモスクワ大公国の君主の座を継承したんだ。しかしイヴァン4世はわずか3歳。正当な後継者ではあるが、そんな幼い子供が国を統治できるはずはなかった。そこで母のエレナが息子をサポートする形で政治を行うことになる。心の傷が癒えぬ2人だったが、母エレナとイヴァン4世は父に代わり二人三脚で頑張っていくことを心に決めた。しかし不幸は続いた。なんと父バシーリー3世が亡くなって5年後、母エレナが急死。こうしてイヴァン4世はわずか8歳にして天涯孤独となったんだ。私もニリがいなくなったらって考えたら、ってなんでそんなこと考えないといけないのよ。ひどいですわ。ケン、そんなつもりはなかったんだけどね。そのような状況でイヴァン4世はモスクワ大公国の君主として政治を行うことになった。親戚や名門貴族からのサポートはあったものの、一人で国を統治できないという現状は君主としての実質的な立場も揺らいだ。周りの貴族たちは自身の家系から次期君主を出したいと考え始め、そこから貴族たちの権力争いが激化していく。イヴァン4世は権力争いに巻き込まれる形で周りからのサポートはみるみると乱雑になった。次第に周囲の大人から無視され始め、服や食事も満足なものをもらえないようになっていった。そんな孤独な状況からイヴァン4世は怒り、悲しみ、憎しみといった感情を募らせ、精神はどんどんと不安定。あいつらは絶対に許さない。その頃からイヴァン4世は残虐な一面をあらわにしていくんだ。時には塔から犬や猫を落として殺したりすることもあったという。しかしそれでもイヴァン4世の心は完全には腐りきっていなかったんだ。この国はどうかしてる。俺が国を変えるんだ。いやいや、いくら両親を亡くして悲しいか知りませんけど、動物を虐待するのは許しませんわよ。何が国を変えるんだですの。メンヘラも大概にしてほしいですわ。確かに手に負えないレベルのメンヘラなのは間違いないけど、髪の毛やめてね。さて、壮絶な幼少期を経たイヴァン4世だが、この後人生最大の転機を迎えることになるんだぞ。言うの有能な君主イヴァン4世は負の感情をエネルギーに変えて必死に勉学に励んだ。成績はとても優秀で、幼少期に見せた情緒不安定な一面とは裏腹に歴史や信仰に興味を持ち、有能な君主としての片鱗も見せつけていった。そして1547年1月16日、17歳にして皇帝に就任したんだ。これにはある意図があった。イヴァン4世は幼少の頃にモスクワ大公国の君主の座につき、一人で国を統治できなかった背景がある。そこから見せかけの君主というイメージがついていた。そのイメージを払拭するためにあえて皇帝を名乗ることでイメージの転換を図ったわけだ。この作戦は見事に成功し、国外にも独立した君主であることを示すことができた。さらにここで最大の転機が訪れる。それは皇帝として即位したおよそ1ヶ月後、アナスタシアという女性と結婚を果たしたことだ。これは政略結婚などではなく、花嫁コンテストのようなもので正式に選ばれた結婚だった。この結婚はイヴァン4世の心の支えとなり、その後2人は息子を授かり、順風満帆な人生を送っていくんだ。ご
これを機に優しいお父さんになってくれたらいいのですけど、貴族串刺しにしたりしてましたものね。もしかしてこの後何かあったのかしら。鋭いね、ヤミリ君。この後話すある出来事がイヴァン4世が暴君へと変貌する原因となるんだぞ。皇帝となったイヴァン4世はまずは国内改革として中央行政機関を組織、さらに軍政改革を行い新たに重兵隊を組織した。その後周辺の国々を攻略していき、モスクワ大公国の領土をどんどん拡大していったんだ。しかし人生山あり谷あり、ここで再びイヴァン4世を苦しめる出来事が起こる。この出来事が後にイヴァン4世を暴君にさせる原因となってしまうのは知る由もなかった。それは妻アナスタシアの急死。突如の不幸にイヴァン4世は憔悴した。しかも最愛の妻の死因が何者かによる毒殺だという疑惑まであって、イヴァン4世の精神状態は到底まともなものではなかった。妻を亡くし不安定な心を正常に保つことができなくなり、異常な一面が浮き彫りになっていったんだ。イヴァン4世の人生は山と谷が極端ですわね。高低差ありすぎて耳キーンなりそうですわ。どこかで聞いたことがある例え。さてこの後はイヴァン4世は皇帝の権力を持って最悪の虐殺を行うんだぞ。いうの雷帝と呼ばれた男、絶対的な権力と強大な軍事力を持って周辺諸国を併合していったモスクワ大公国はみるみるうちに領土を拡大していった。軍事的に見れば有能な君主という見方もできるイヴァン4世だが、実は彼にはこんな異名があるんだ。それが雷帝。雷のごとく突然怒り恐怖政治を行ったことが由来だという。この異名のきっかけとなった代表的なエピソードを紹介しよう。1570年1月、皇帝が独裁的な権限を行使できる領地オプリーチニナの一角において聞き捨てならない疑惑が浮上した。それは他国への裏切り。オプリーチニナはいわばイヴァン4世の所有地、所有者に反抗して違う国に寝返ろうと企んでいるという疑惑だった。その地域というのがモスクワの北西部に位置するノブゴルド市。火のないところに煙は立たぬ、力で分からせてやるしかない。イヴァン4世はノブゴルド市一帯に懲罰を下すことを決定。総勢1万5000人の親衛隊を連れノブゴルド市に向かった。イヴァン4世に容赦という言葉はなかった。これは国の一刻を争う事態だ。作戦がバレることは絶対に許されない。イヴァン4世一行は口封じという口実で道中の町に住む市民たちを次々に虐殺していった。ノブゴルドについてからも容赦はない。市の有力者らだけではなくその家族は女性や子供に関係なく虐殺したんだ。そのやり方は実に残虐。極寒の川に手足を縛って放り出し、浮かんできたところを槍や斧で突き刺すというものだった。イヴァン4世は幼少期から虐殺や拷問が大好物で、他にも舌を抜いたり内臓を引きずり出したりと非常に残虐な拷問を繰り返した。市民たちはありもしない罪を自白させられ次々に処刑されたんだ。この一連の事件はノブゴルド虐殺と言われ、犠牲となった人々の数はなんとノブゴルド全住民の4分の3に当たる。総勢数万人の市民が犠牲になったと言われている。本当にやりたい放題ですわね。このように最悪の暴君として恐れられるイヴァン4世だが、その晩年は悲惨なものだったんだぞ。皇帝に就任し30年以上絶大な権力を握り続けたイヴァン4世だが、1581年に取り返しのつかない過ちを犯すんだ。その時イヴァン4世の息子に子供ができようとしており、孫の誕生を今か今かと心待ちにしていた。ところがある日、息子の嫁が妊娠してお腹も目立ち始めたというのに、薄いドレス1枚しか着ていないことを目にしてしまう。そこでイヴァン4世は、皇妃たる者が何事か、そう一喝するや嫁を激しく殴打したんだ。嫁は床に倒れ伏し流産してしまった。このことを知った息子は当然黙っていなかった。イヴァン4世の部屋に飛び込むと烈火のごとく彼を罵ったんだ。しかしこの言葉がイヴァン4世の逆鱗に触れてしまう。なんであんな奴と結婚したんだ、このバカ息子が。愛する息子に対し思ってもいない暴言まで口にするイヴァン4世。そして次の瞬間、持っていた杖を振りかぶり、そのまま息子の頭蓋骨を砕き割った。息子は倒れ意識を戻すことはなかったんだ。息子の嫁もお腹の中の子供と共に命を落としてしまった。時が経ち我に返ったイヴァン4世は後悔に苛まれ、愛する息子を一時の感情で殴り殺してしまった事実に精神を蝕まれていった。
さらに以前から患っていた不眠症の症状がこの事件を機に悪化。夜な夜な息子の名前をつぶやいて徘徊するなど不可解な行動を繰り返し、精神が完全におかしくなってしまっていた。それから2年後、イヴァン4世はチェスをしている最中に倒れ、そのままこの世を去ったんだ。最後はいかにも雷帝らしい破天荒な結末だったが、これもまた身から出たサビ。幼少期の環境のせいで残虐さを兼ね備えてしまったがゆえに、時にとんでもない行動を起こしかねないということは現代にも通ずる教訓として覚えておきたい。諸君は今回の話を聞いてどんな感想を抱いただろう。よければコメント欄で感想を聞かせてほしい。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、してよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。